はい、こんにちは、飛鳥義秀です。iPhone の13 Pro 13 Pro が来たので、カメラでね、今自転車の撮影にブレ補正効くのか試しに出ます。今ね、広角で撮影、どうなんだろう、ブレ抑えられてる、センターシフトブレ補正っていうのが搭載されているので、結構ブレの抑えは効いてると思うんですけど、これが 4K の広角で今日はね、天気がいいんで13 Pro 来て、ほんとちょうどよかった。一回これ超広角でやってみようかな。今超広角で撮影してるんですけど、どうでしょうか。ネックマウントにつけてるんですよ。正直届いたばかりのカメラなんで、正直ね、届いたばかりの iPhone なんで、ちょっと心配です。怖い。どうだろう。今ね、超広角カメラもナイトモード搭載されてるとして、より進化してるはずです。ちなみにこれは望遠側のカメラです。多分望遠側なんでね、あんまり使える感じじゃないとは思うんですけど、さっきね、iPhone の超広角、これね、すごくいい感じだったんで、ね、今も超広角にして撮影してます。
衝撃も比較的抑えめなんでいい感じだと思います。すごいいい。